ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録よろしく頼むぜ。登録してくれて、本当に嬉しいぜ。今回のクイズも、コメント欄に入れてみるぜ。クイズの要望があれば、コメント欄によろしくお願いします。ジャンルがわかったら、ウプ主もいろいろ決めやすいとのことだ。ニコニコの方は、興味があったら、YouTube に来てくださいね。ウプ主は、ニコニコ動画のコメントも好きなので、YouTube の方で時間がある方は、ニココメを盛り上げてくれるとやる気につながるぜ。動画の後は、コラボ動画を入れるかもしれないぜ。10秒ほど宣伝できるぜ。興味のある人は連絡してほしい。忠臣蔵といえば、浅野匠の髪を抑えたこの人もかなり有名よね。恩賞ももらったらしいしね。アーカジカはよりてるのことだな。この絵が有名すぎるが、彼は浅野を床に押し付けたそうだ。まあ、このシーンの方が絵になりそうだからね。恩賞も500石もらったんだが、忠臣蔵では悪人扱いされる人物だよな。武士として当然のことをしたんだがな。ちなみにこの時彼は、55歳くらいだったんだ。浅野匠の髪は、当時35歳だった。思ったよりも、年がいっているよな。へえ、そうなんだ。もっと若いのかと思ったわ。梶川さんパワーがあるのねー。まあ武士なんだから、日々鍛錬を怠っていなかったということだろうな。それに加えて、もう一つの理由があるんだ。もう一つ？実は、別の事件に居合わせたことがあったというんだ。しかもこの事件は、暗殺に成功している。その経験から、早く動けたという話がある。まあ現代社会でも、死亡事故が起きると、法律ができて次に生かされることは多いよな。それはあんまり嬉しくないけどね。じゃあ、今回はその事件について紹介してくれるのね。ああ、そうだな。実際には様々な力が働いた事件のようなんだ。それはかなり気になるわね。魔理沙さん早くお願いします。わかったぜ、それじゃあ忠臣蔵前夜かもしれない暗殺事件の顛末について解説するぜ。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。ここは江戸城よね。ああ、現在は皇居だが、この江戸城内では、実に様々な事件や見えない争いがあったんだ。そういえば、春日の局なんかもいろいろ活躍しているし、以前紹介したお御代さんなんかも、いろいろしていたみたいねー。そうだよな、暗躍の場だったりするわけで、こういった話も深掘りすると面白そうだぜ。まあそれは少し置いておいて、今回の主人公は堀田正俊だ。その春日の局とも少々関係がある。どんな関係があるの？彼の祖父は、堀田正義で、最初は小早川秀明に仕えていた。しかし、四家の改易で江戸に出仕となった。彼の詳しい動きは不明だが、大阪の駅で宣告へ家蔵になっている。息子堀田正盛はその後を引き継いだ。それと春日の局はどう関係あるの？たった宣告から大名になるのは難しい。正盛は、小さな頃から家光の近習として取り立てられている。これは実は、正盛から見て春日の局は、ママ祖母という関係だからだったという。だからこそ、一気に昇進できた。まあ、本人や家族が、それほどではなくても、上が昇進すると自分も出世するパターンってありますよね。石田三成とか。ああ、親戚筋という面だよな。だから堀田家は信仰勢力扱いと言えそうだ。他に稲葉家もそうだった。寛永3年1626年には小姓組の番頭になり、大名の仲間入りを果たす。寛永10年1633年には6人衆となった。家光に恩子のある彼は、家光死後に殉死した。この後を継いだのが堀田正俊だ。つまり、堀田家は譜代であるけど、信仰勢力という扱いね。門閥派とは対立しそうよね。後を継いだとあるが、彼は堀田正盛の三男で、寛永12年1635年に、ママ祖母の春日の局の養子になっているな。
その後寛永18年1641年には、家光の嫡男竹千代の血の徳川家綱の呼称となり、その才を発揮する。やがて春日の局が亡くなると、異様を引き継いだ。ただの親戚だけでなく、養子になるということは結構な関係よねー。やがて、父が殉死すると異様の一部を引き継いで、下野神殿1万石と3000石を足して、1万3000石の大名となる。へぇ、春日の局って、有名なのに3000石しか領していなかったのね。結構意外だわ。まあ、少ないように見えて、これは他の大名が家臣の給料を払うことを考えれば、大分高給取りと言えるだろう。当然家綱の故障をしていたのだから、家綱が将軍になれば出世するだろう。しかも、将軍家綱は11歳での就任だった。堀田正利は30弱なんだから、働き盛りである。明暦2年1656年に稲葉正則の娘と結婚しその後奏者番に就任。途中は兄が改易になる悲劇に見舞われたが、本人に咎が来ることはなかった。日々の行いも良かったのだろう。良かったわねー。そうこうしているうちに、延宝7年1679年に老中に就任し、大出世を果たしたんだ。そして、将軍徳川家綱が死に瀕した際には、酒井忠清と対立し、忠清を追いやることに成功。綱吉が5代目将軍となり、忠清は解任された。天和元年1681年には、大老となり、大手門前の忠清邸を与えられて、その後財政問題を解決するため、天和の地を行ったんだ。順調に出世しているわね。ある意味、立身出世と言えそうよね。数千石から13万石まで出世するんだから大したものだよな。そして、綱吉は彼の能力を重視した。いろいろ批判がある綱吉だが、人材登用は積極的だったと言える。例えば綱吉は立林藩出身だが、その人材を丸々呼び込んだ。それってインコ採用じゃないの？もちろんそういう面はある。しかし、知らない人間よりはある程度わかる動きをしてくれる。しかも、立林藩の500人のうち、200人ほどは浪人出身だったそうだ。これは、綱吉が積極的に採用を行っている点にあたり、人材面を重視していることの証左だろう。これは当時の幕府にとって、重要だったと言える。なぜそう思うの？門閥派の力が強くなってきたからだ。幕政に強い影響力がありすぎると、バランスが崩れてしまう。そこに綱吉の人材は、重要な補助効果があったんだと思うわけだぜ。その上で重要な人材は、どんどん優遇すると。正利さんは有能な人材だったのねー。それに加えて、相当の自信家で、融通の利かない側面があったそうだ。しかも部下にも、自分にも厳しかったという。確かに綱吉からすれば、自分を将軍にしてくれた恩人である。でもちょっと煙たいなーというわけだな。なんか、石田三成さんに似ているわねー。有能だけど他から反感を買ったという点がね。さて、話が変わるが、稲葉正康という人物がいる。彼も、将軍の近従を経て青の藩1万2000石の大名になった人物だ。天和3年1683年に、淀川に赴いた。その時に河村瑞賢の随伴による視察を行い淀川治水策を提出した。4万両の費用が必要と報告したが、きっちりとしていた、堀田は疑問に思い、瑞賢に問い合わせた。どうなったの？実際には半額でも可能です。という意見が出た。これによって、稲葉はこの治水事業から外されることになった。実は稲葉は、堀田家と親戚筋だ。だからうまくごまかせると思ったのかもしれないが、定かではないな。親戚でも融通は効かない人物というわけね。さて、このことを根に持ったかは定かではないが、彼は堀田を憎むようになったという。稲葉正康は、時を待った。そして運命の日、承久元年1684年8月28日、江戸城本丸の御用部屋付近の廊下で凶行に及んだ。ひえー、原因は先ほどの淀川の恨み？
まあその説が有力だけど、実は決定打がないんだ。なぜなら、証言がないからだ。え？どういうこと？捕まえて吐かせないと。この事件の直後、老中の大久保忠朝、安倍正武、戸田忠政に滅多斬りにされ、その場で絶命するからだ。いやー、いくらなんでも乱暴すぎない？むちゃくちゃすぎるでしょ。俺もそう思う。どう考えてもこれは、この三人の失態だったと思うんだ。しかし三人が処罰された形跡がない。まず稲葉正康から見てみよう。彼はその場で死亡。記録には乱心とされ、稲葉家は改易処分となった。次に、堀田正俊だが、彼は即死ではなかったが、自宅に運ばれてその後死亡した。この際に、この堀田正中の相続が認められるが、扱いは悪かった。どうしてなの？被害者でしょ？わからないが、愚子たる者自分の命は自分で守るのが当然ということだろうか？なので、改易でなくとも懲罰的な天風があった。兄弟と分与して道の国福島半十万石となるが、結構難しい土地で、かなりの苦労をすることになったんだ。被害者なのに、大変ねえ。犯人が殺されては仕方がないわねえ。霊夢よ、そこが様々な憶測を生むことになったんだ。例えば、綱吉暗殺黒幕説なんてのがある。マジですか？綱吉は堀田を嫌っていたので、稲葉に、親戚だから辞職勧告せよというものだな。そして、事件の前夜に勧告したが、受け入れられなかったので、怒って翌日襲ったという話がそうだ。少し無理やりすぎませんかね？実際に堀田は、類大のご高音に応え、堀田正俊を討ち果たすという遺書を、他の老中に届けていたという。恩ということは、徳川家を指しているわけだ。なので、彼に同情する者は多かったという。例えば、戸田も水も彼を同情している。どちら様ですか？科学者でそれなりに影響力があった人物だな。そういう面から意見が出るくらい、堀田さんは嫌われていたんだろう。あの水戸光圀がこの事件について、問責したそうだが、結局原因などの細かいことはわからずじまいだった。まあ、様々な憶測が出たが、その後起こったことを見るのが重要だ。どうなったの？この事件以降、老中若年寄りの幕閣が政務を行う場所が変更された。中奥御座の間より、表と中奥の間に新たに設けられた御用部屋に移動した。その間は蕎麦用人に取り次ぎさせるという役目だった。これは大きなことだった。将軍申請につながるからだ。その蕎麦用人ってすごいの？基本は、将軍と老中のパイプ役に近いものだ。初期は将軍と老中の距離が近かった。なので、影響力が少なかったようだ。そして事件後蕎麦用人が正式に任命され、重要なポジションになっていく。柳沢義康なんかも、蕎麦用人出身だ。なるほどねー、そこに繋がるわけね。俺が思うに、綱吉の政治は、堀田時代と、堀田暗殺後でかなり変わると思うんだがどうだろうか？本当に黒幕かは定かでないが、この事件を利用して、政治を動かしたのはほぼ確実と見ていいだろう。そう言われると納得ね。梶川さんも、大変な暗殺現場にいたものだよな。そして、もう一つ大きな憶測の原因があったんだが知りたいか霊夢？知りたい知りたい。綱吉の生類憐れみの霊に反対したのが、堀田正俊だったんだ。彼が暗殺後に、施行されたそうだぜ。やっぱり、綱吉さんが犯人じゃないかしら。生類憐れみの霊と相反しませんかね？以上が、堀田正俊暗殺事件の顛末だぜ。この場に梶川さんがいて、後の朝の事件で活躍するんだな。この暗殺事件を見ていると、結構重要な事件だと思うのよね。実際綱吉の政治が変わるわけでしょ？でもあんまり知っている人がいないわよね。やはりドラマ性が少ないからかしらね。暗殺は成功したし、仇になりそうな人物もいないので、話にしにくそうだよな。
だから綱吉を悪者にしてしまうと、やはり、犯人を殺してしまったのが一番まずい対応だと思うんだが、みんなはどう思う？それによって、様々な憶測が生まれたわけだしね。まあ、話を聞いていると、堀田さんも緩慢なところがあったのも原因よね。石田三成さんに似ているところがないわけではないわよね。真面目な人って融通が利かないわけだしね。まあ俺が将軍にしてやったんだ、というオーラは常に出ていたんだろうな。そこで綱吉さんに嫌がられたと。それが暗殺の土台になったと言えそうだな。さて皆さんは、堀田さんの暗殺は誰の差し金だと思う？稲葉さんの恨み？それとも、本当に綱吉さんが黒幕だった？どんどんコメントに自分の意見を書いていただけると、うぷ主はやる気になるそうだぜ。みんないつもコメント感謝だぜ。私もマリサも、やる気になっています。当チャンネルは週2回投稿が限度なので、時間のある方は、数百本ある小槌先生の動画を見てくださいね。年末はうぷ主が時間がないそうだから、リクエストが消化できないのは勘弁してくれだぜ。少しずつやっているので、許してくださいね。無視はしていませんから、いずれやりますので、気が向いた時にアップされます。なので登録してお待ちください。俺からもよろしく頼むぜ。それでは皆様、ありがとうございました。7年っていうから、もう10代ぐらい前かな。1467ね。うん。それって応仁の乱が起きてた年だもん。そうそうそう。その辺で、ええ、の時の安城。